ドイッチュラント急戦艦、ドイッチュラント急戦艦、ドイッチュラントクラスは、ブラウンシュバイク急戦艦に引き続き、ドイツ海軍が第一次世界大戦前に竣工させた、最後の純度急戦艦の艦級である。全球の武装型のせいで、外洋航行時の安定性が悪いという欠点を改善するために、環境構造の簡略化と副砲塔の全廃を行っている。 本級の船体は平甲板型船体で、艦首水面下には昇格、ラムがつき、その下部には土球艦にも受け継がれる水中魚雷発射艦がある。艦首甲板上に一番手法等を一機、装行司令塔を組み込んだ操打環境の背後にはミリタリーマストが立つ。船体中央部には等間隔に並んだ三本煙突が立ち並び、その後方は 関西帝置き場となっており3番煙突の両脇に関西帝用収容のグースネック、カモの首型クレーンが片元に一機ずつの軽二機により運用された。関西帝置き場の後方に後部ミリタリーマストと後部環境、後ろ向きに2番手法等が配置された。完備には艦長室が設けられた。推薦下は16の区画に分けられ、全球よりも強化された。 複方配置は前級は、方塔形式とケースメイト配置の混合であったが、本級は、重量軽減の目的で、すべて減速ケースメイト、方角配置となった。配置は、上部構造物の四隅に一ずつと、最上甲板の下方にケースメイト配置で、放射線上に、片元五機ずつの、計十四機を配置した。これは、被弾時に火力の喪失を、 最小限に抑える工夫であった。他に、耐水来艇迎撃用に8.8センチメートル単装速射砲を原則に張り出しを設けて、艦首側に、片原に木筒と、艦部側に、片原に木筒を配置、上部構造物上に片原8機を配置し、合計24機を配置した。この武装配置により、前後方向に、 最大で 28cm 砲2門 17cm 砲4門 8.8cm 砲6門、左右方向に最大で 28cm 砲4門 17cm 砲7門 8.8cm 砲12門が試行できたこの時代でもドイツ海軍は王列陣での火力数にこだわっていたため守備戦火力を重視していた本級の主砲には前級に引き続き 1904年型 28cm40 口径砲を採用した。その性能は重量 240kg の砲弾を最大行角30度で 18,830m まで届かせることができる。この砲を全球と同じく連装砲塔に収めた。この手砲塔は自由装填方式を採用しており、どの角度からでも装填ができた。手砲神の不要。 砲塔の旋回は主に電力と水圧で行われ、溶弾や気は電動式である。補助に人力を必要とした。砲身の不行能力は、行角30度、深く4度である。各砲塔の旋回角度は、船体守備線方向を0度として、左右125度の旋回角度を持つ。発射速度は、毎分2発。複砲も全球に引き続き、 1九百四年型十七センチメートル四十口径速射砲を採用した。十七センチメートルという口径は、当時の列強主力艦において、主砲の能力を補う目的で副砲に、装甲巡洋艦の主砲クラスの方を搭載するが、流行ったことに習ったものである。その性能は、重量六十二点八キログラムの砲弾を、最大行二十二度で一万四千五百メートルまで、 届かせることができたが、第一次大戦後に、行革はそのままに装薬を改良して、最大射程は二万二千メートルまで伸ばされた。単素砲がで方針の不行能力は、行革十二度、深く五度で、旋回角度は、左右百六十度の旋回角度を持っていた。他に、耐水来艇用に八点八センチメートル、四十口径、速射砲を炭素放芽で24問、後に、 監首尾部の8門を撤去して16門に45センチメートル水中魚雷発射艦を監首側に1機、監備側に並列で2機の計算機を装備した。艦隊は監首が斜めになった分の重量を軽減できるカットオフ方式を採用し、舵は手打だらけである。防御方式は全体防御方式を採用しており、 監首尾部までの原則全体にまで装甲が貼られた。水線中央部の一番手砲塔から二番手砲塔の間までが 240mm であった。また、水線上部の中央原則部と複方のケースメート部にも 170mm の装甲が貼られておりえ防御であった。主艦パンは原則装甲と接続した。 傾斜部は 67mm で平坦部は 40mm 程度であった。主砲塔の前立ては 300mm、バーベット部が 280mm であった。水線物装甲から下の水密核壁は一層構造で艦底部まで続いており、二重艇と接続された。ドイッチュラントのみ、海軍式水管艦,艦8個円艦6個で、これに3段膨張式レシプロ機関3機3。 軸推進とした。大やけみにおいて24時間自然通風構想状態で、出力 11370PS、速力17.1ノット、6時間全力強制通風状態で、出力 16950PS、速力18.54ノットを発揮し、速力10ノットで、航続距離は4850回りと計算された。ドイラン4は、 海軍式水管艦,艦12個に、同三段膨張式レシプロ機関3機で3、軸推進に変更され、出力2万 PS で、速力18ノットを発揮し、航続距離も、速力12ノットで4850回リーと、計算された。本級五隻は、第一次大戦直前の1906年から1908年に、かけて、相次いで竣工したが、この時すでに、 英国で、土球戦艦、ドレトノートが竣工しており、すでに土球戦艦の時代が始まっていた。本級は完成した時点ですでに旧式化しており、史上最大と言われる海戦の一つ、1916年5月31日から6月1日の第一次ユトランド沖海戦にもドイッチュランド級の出番はなかった。ドイッチュランド級は、その後、 1917年8月には、戦艦としての任務を解除されてしまった。その後、皇帝ビルヘルム2世がオランダに亡命して、ドイツ帝国は瓦解した後、第一次世界大戦の終結後に、ベルサイユ条約により、大政果でワイマールドイツ共和国海軍にて保有を認められた、戦艦は純度級戦艦の6隻のみで、ドイッチュラント級は戦艦席に復帰して、 新生ドイツ海軍の中心となったが、戦艦機ということもあって目立った活躍はなかった。ちなみに、ドイッチラントは1917年に兵装を撤去され、宿泊艦に類別されたまま軍艦席には戻れず、状態不良であったため1922年にビルヘルムスハーフェンにて解体された。残りの、ハノーファー、シュレジェン、シュレスビヒホールシュタインは、 乏しい海軍予算から1930年代に近代化改修工事を実施し、数々の改良、改修が加えられた。他国のように手法業格の引き上げ等は行われず、天外部に即虚偽を載せるに留まる。司令塔を組み込んだ、操打環境のフラット部分は拡大されて三層構造となり、円柱上のミリタリーマストは、軽巡洋艦、エムデンに告示した。 頂上部の10.5メートル即居儀を持つ、即居室のすぐ下に、前方の桁が長い X 字型のヤードが伸びる。その下の主脚は縦に2段の単焦灯台を設けた、強固な単足型へと更新された。煙突は、梅煙が、環境に逆流するのを防ぐために1番煙突と2番煙突の、煙時を結合して2本煙突となった。後部ミリタリーマストは背を低くされた。 副砲はハノーファーのみ、従来の 17cm 単装速射砲を装備し、シュレジェン、シュレスビヒホルシュタインからは、軽巡洋艦にも採用されている 15cm 単装砲14門に換装された。8.8cm 単装砲は、脅威が駆逐艦から航空機に移ったために、対空降格砲4門を、水抜き部に、片元2門ずつ、軽4門据え付けた。 あとに1940年代に防空任務を担った時は20門になった。他に全部上甲板に50センチメートル連装水上魚雷発射艦を両原に一機ずつ装備した。そしてヒトラ政権の再軍備宣言とともに新鋭艦艇の建造が開始され、ハノーファーとシュレスビヒ・ホルシュタインはシュレジェンとともに練習艦となった。 1939年9月1日の朝午前4時45分、自由都市ダンツヒに進出していたシュレスビヒホルシュタインは、ベステルプラッテ要塞に砲撃を加えて、第二次世界大戦の火蓋を切った。9月末にはシュレジェンも加わり、両艦で、ヘルハンのポーランド軍人地への砲撃を行った。1940年のベーザー演習作戦では、両艦は、 総海艇の護衛や陸軍部隊の輸送に当たった。以後、両艦は宿泊船としてゴーテンハーフェンに係留されたが、しばしばバルト海にて練習艦として活動し、一時的に機雷敷設作業の援護にも従事した。対戦末期、シュレスビヒホルシュタインは空襲により、シュレジェンは触雷によりそれぞれ損傷し、前者は1945年3月21日、 後者は1945年5月4日に爆破により自治院処分となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。